さっきのはどういう意味？俺に付き添ってくれての帰り道、とさんにそう聞かれていた。アン先輩に俺たちのことは気にしなくてもいいって言った件ですよね。とっさんがこくりとうなずく。俺がないがしろにされてると言いますか、作品作りが優先で俺のことは大事じゃないんだなみたいな、そういう面倒くさい捉え方をする場合もありうるという話で。どういうことだととっさんが本気でわからないという顔をしていた。できないことを任せて失敗したら本末転倒なのに。分かってます、分かってるんですけどね。ふむと、とっさんが言った言葉の意味を考えている。作品作りを優先させるのは私たちにとっては当然のことだけど、そうじゃない人たちもいる。これは合ってる？合ってます。そういう価値観の場合、私の言ってることは作品作りを恋人よりも優先してると捉えられる。思ったよりもすんなりと納得してもらえてホッとする。池永くんも分かっているとは言ってくれているけれど、そういうことを考えたりするの？ああ、どうですかね。俺はもともと自分がとっさんやアン先輩を差し置いてできることがあると思ってませんでしたから、当たり前かなと。できることはある。そこは自己評価が低い。そう言うと責めるような視線を俺に向けてくる。そう、池永くんは自己評価が低い。そこは気になってた。いや、そうは言われてもですね。何か言おうとして、けれどとっさんは言葉を止めた。その話は今度にしよう。その前の話の続きだけど、私は君をないがしろにする気はなくて。分かってます。その分かってくれているということに甘えすぎたらいけないって話でしょ？ああ、そうですね。アン先輩が言ってたのはそういう話だと思います。戸惑うとっさんを落ち着かせるために手を握る。私が遠慮のないことを言ったのに慰められてるのはおかしい。そうかもしれませんね。とっさんが俺の手を握り返してくる。私はできないことは言わない。池永くんはちゃんとできると思ってるから、一緒にやってほしいと思ってる。正直自分ができるやつだと思ってないけれども、とっさんの言うことだから信じます。物を作ることに嘘がつけない人の言うことだ。今少し呆れた言い方だった。まあそこはしょうがないです。良くも悪くもで信用というか、疑ってないところもありますし。ムーッと拗ねた様子を見せるとっさん。とっさんのことは信じてます。ただ俺と付き合うことでとっさんの徳さんが悪く言われるのかもって不安はあります。例えば今回も俺が関わらなければもっとうまくできたのに、そう言われた時にとっさんは気にするんじゃないかって。そんなプレッシャーを感じていたのだけれど。そんなに気にしない、大したことじゃない。さらりと俺の心配なんて大したことじゃないように言う。例えば桜田さんが言うなら反省はする。でも好き勝手言うだけの人のことはどうでもいい。それにうまくいかなかったら次を始めればいい。次ですか？何でも毎回うまくいくなんてことはないから。俺が今までとっさんのことをきちんと見ていなかった、あるいは天才とっさんとしてのフィルターがかかっていたことに今更気づいた。すみません。とっさんって今まで失敗してないできる人だって勝手にイメージしてました。うまくできなかった作品もたくさんある。反省したりすることもたくさんある。私はうまくいくことがあった、それだけの話。作るものすべてが傑作なんてことはないのだという。それに終わった後のことに何か言われても、それは話半分でいいと思う。と
子さんはすごいな。得意なことが違うだけ。私は池永くんもすごいと思ってる。繋いでいた手を強く握ってくる。私は君の手を離したくない。嫌われるのもいなくなられるのも怖い。勝手にそんなことはしません。でも私は君や桜田さんにも呆れられて怒られることが多いし。だから何かあったら言います。とっさにだけきちんと言えなんていうのも不公平ですしね。池永くん、もっと話しましょう。うまくいくこともいかないこともお互いちゃんと納得できるように。お互い何でも分かってるなんてことはない。だからこそ一緒にいるための努力を欠かしてはいけないと思った。そろそろギプス外れるんだっけ？今度病院に行ったらそこで外れる予定。予定通りに取れてよかったね。普段歩き回ってたおかげで足が丈夫だったんで、それが良かったんじゃないかって。最近はもう痛みもないし、ギプスの邪魔さが目立っていた。外せるなら早く外したい。そう思う俺をひなとあやがにまにまと笑って見ていた。いやー、足治っちゃったらとわこさんと一緒にいる理由が減っちゃうね。ねえ、今までは足折った分だからって名目があったけどね。今それどころじゃないから、むしろ俺の世話が減ってとっさの時間ができる方が嬉しい。そこはもうちょっと寂しいって思ってもいいんじゃないかな。まあアントワネットの動画作るの大変そうだし、レン君プレッシャー感じてるからね。そう、次の文化祭で今年もアントワネットの動画が出る。それが正式に発表された。もともとトスとワコのファン、そして去年の作品からアントワネットの動画を楽しみにしてくれる人、ついでにホラーファンがいたり、あとはとっさんのことがお気に入りの例の映画監督が SNS で話題にしたり。あ、思い出したら胃が。しかも俺が新メンバーにちゃんと入っていて、去年のアン先輩以上のこれ誰だという状況になっていた。まあ、映像業界というか、まあ、そっちの業界の方で全く無名というか、ね、今までいなかった自分の名前が急にそこに入ってると胃に穴開くな。レン君は注目されるのに慣れてないからね。アン先輩とトワコさんの足引っ張りたくないってプレッシャーの方が強いんだろうけど。どっちもなので何とも言えない。今までだったら何かあったら慰めてあげるよーなんて言えたんだけど、トワコさんに悪いしね。できることなら手伝ったりしたかったんだけど、私もアヤも忙しいんだよね。ごめんね。正直アヤはともかくヒナには相談したいこともそれなりにあったんだけどな。姉妹での扱いの差を感じる。抗議だよ抗議。私は特待生だぞ。ガオン。ふっ、頼れるお姉ちゃんだからね、しょうがないね。俺の絵の先生はヒナだしな。アヤには悪いけど、相談して頼れるって意味じゃヒナの方だし。ブスーッとヒナが頬を膨らませる横でヒナが勝ち誇った顔をする。うん、でもそのお姉も忙しくて結局手助けできないんですよね。うん、はい、そうです。それにレン君も私たちが面倒を見なくてもトワコさんとアン先輩がいるしね。俺は俺で頑張るから、ヒナとアヤも自分たちの方を頑張れ。そう言うとヒナとアヤは少し寂しそうに笑う。いやー、なんだろう、もう一緒じゃないんだなーって今さら実感しちゃった。幼なじみって言ってもいつまでも一緒にいられるわけじゃないってこういうことなんだよね。むしろ今のシェアハウスみたいな生活が近すぎるだけなんじゃないかって気もするけど、しんみりした感じ出してるけど、それはそれとして何かろくでもないこと考えてないか。ヒナとアヤが何か隠してる雰囲気を察して聞いてしまった。足が治るまでって約束してましたよね。レン君はそんな急になんて言うと思うけど、果たしてトワコさんはどうかな。帰って寝ろ。
うまく返事ができなくて、俺はごまかすしかなかった。足が治ってる。はい、どうしようかな。時間的にはちょうどいいくらいなんですけど、一旦ここで切ろうかな。はい、まあこっから多分ありそうなので、まあ一旦ちょっと区切りに今回はしようかな。このまま流れですっと入っちゃいそうなんで。はい、まあいかがだったでしょうか。今回はまあまあまあ付き合うところから始まりましたけど、まあリコには本当申し訳ないよね。あとまあなんというか、なんだろうね、こうとっさんのまあやっぱこう感情面というかさ、気持ちの感情の機微とかそういう部分のね、なんていうか言葉足らずとか、まあ単純に理解の深度といいますか、まあそこをねうまくお互いねしっかりこれからも話していかないといけないんだろうなっていうのは伝わってくる感じで今来てますけど、まあどうなんだろうね。なんかさそのあやとかひなとか、それこそアン先輩のこうなんて言うんだろう、前作ヒロインたちのこう空気というかさ、わかる？このなんか、いやもちろんね、ひなとかも言ってたように告ってないからっていうのもあるからさ、まあそれはもちろんそらね、告った者勝ちというか、先に言ってなんか手を出したもん勝ちじゃないけどさ、ちゃんと伝えなきゃっていうのはあるけど、なんかやっぱこう難しいよねこの空気感。まあもちろんそのなんかそれでね、嫉妬だのなんかそのドロドロした感じにならないのはまあいいことなんですけど、でもなんかやっぱ寂しさは感じるよね空気から。さっきの2人もちょっと寂しい感じはあったけど、でもまあ人間関係ってこういう感じなんだろうね。やっぱ誰かと誰かが付き合い始めたらやっぱこうちょっと空気って変わるよね。それがまあ今作の場合、それこそさ、レン君の交友関係が本当に広がったっていうのもあって、余計それを感じるのかもしれない。まあ現実だってそうだもんね。現実でその最初は知り合いが少なかった中で付き合ったならまあその内輪の話だけで済むけど、今のレン君はまあクラスにもちゃんと友達がいて、まあ先輩後輩も知り合いが増えてっていうのがあってさ、まあもうより学生らしく、なんか一なんか生徒っていうね、一般生徒の一人としての部分がねあるから、余計になんかちょっと リアルっていうか、そのなんか空気感とかを感じるよね。はい、まあなんか最後にちょっとダラダラというか、ちょっとなんか喋っちゃいましたが、まあ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 こんな感じで一旦今日は終わろうかなと思います。そうですね、まあ次回ここからアントワネットの活動にまさかのレン君が追加というか参戦して作品を作っていって、まあ目標というか最終目標が文化祭でその作品の完成発表っていうあたりになってくるのかなって思うので、まあ終わりを見せられるようにそろそろなってきましたので、まあ、あと何パートぐらいになるか分かりませんが、この先もどうぞよろしくお願いいたします。てなわけで、まあ今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしければお願いいたします。いつもありがとうございます。てなわけで今回はここまで、バイバイ。